成長しております。このまま母乳を飲み続けまして、だいたい1歳になる頃になりますと、少しずつ竹の葉っぱなども食べるように、変わってきます。その頃には今、口の中には乳歯が生えているんですが、少しずつ永久歯に生え変わりまして、竹の葉っぱも食べれるようにと変わってきます。この後お母さんパンダラウフに登場しまして、お母さんパンダ用に用意してます竹の葉っぱなどで、口に運んでいるシーンも見れるかと思いますが、それは食べているわけではなくて遊んでいるだけということになっておりますので、間違いないようお願いいたします。ご質問ありがとうございます。質問ありがとうございました。それでは次で最後の質問とさせていただきますが、何か最後に聞いてみたいことあるお客様はいらっしゃいませんでしょうか。次で最後の質問といたしますが、聞いてみたいことある方いらっしゃいませんでしょうか。次で最後の質問とさせていただきます。赤ちゃんパンダ夕日、何か顔の特徴などはありますかというご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。赤ちゃんパンダ夕日、顔の特徴など、まだ生まれてからちょっとずつ、ふっくらした顔にはなってきていると思うんですが、まだこれといってあまり特徴はありません。またこちら、双子ではなくて今回は1頭ですので、顔を比べる相手というのも、なかなか分かりませんので、これから少しずつ顔も特徴が出てくるかと思いますので、楽しみに待っておいてください。どうもご質問ありがとうございます。それでは、ただいまの時間をもちまして質問コーナーも終了とさせていただきます。この後こちらの部屋の中は準備を整えまして、赤ちゃんパンダ夕日とお母さんパンダ良浜が一緒にいる様子を皆様にはご覧いただきますので、今しばらくお待ちください。本日はどうもありがとうございました。この後もアドベンチャーワールドをごゆっくりお楽しみください。ありがとうございました。それではただいまをもちまして体重測定を終了いたします。この後は歩きながらのご観覧と